日が沈んだ午後7時過ぎ、いつもの街が表情を変えました。夏の夜空の下に広がる幻想的な光景、その舞台は温泉街です。新潟市から車でおよそ1時間半、福島との県境に位置する奥只見湖の西に、今回の舞台魚沼市の大湯温泉があります。その歴史は古く、温泉の始まりはなんと奈良時代718年とも言われています。戦国時代には多くの武将に愛され、江戸時代には宿場町として栄えて越後一の温泉地と歌われていたそうです。その証拠に江戸時代の温泉番付には越後大湯の文字がしっかりと刻まれています。日本百名山の越後駒ヶ岳から流れ出る佐梨川のほとりにある温泉地で、刺激が少なくまろやかで柔らかい湯は美肌効果も期待できるのだとか。そんな大湯温泉ですが、近年は旅館や店舗の廃業が相次いでいます。かつて射的場や土産店が並び、何十人もの芸人が歩いたという通りは今はひっそりとしています。ガラ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 ってギターの音さしてね。今の夜の様子と比べるとどうですか？もう天と地だねそこで温泉街に人を呼び込もうと企画されたのがアートフェスフローでした。昔懐かしい素朴な温泉街に新たな潮流を生み出す、その思いから流れを意味するフローとフローを掛け合わせました。開催は今年で2回目、東京を拠点に全国でファッションショーやイベントなどの演出を手掛ける山崎聡真さんが総合ディレクターを務めます。ちっちゃな温泉街なんですけど、それこそ昔ながらあるような建物もあったりとか、もちろん山もあるし、川もすごい綺麗な川も流れてますし、もう風景どこを向いても何かノスタルジックなレトロな雰囲気にあふれているので、我々のそういうクリエイティブというかアートみたいなものを足すことで、普段見慣れた光景がちょっとアングルを変えただけで素敵な場所になる。イベントの実行委員長は地元で農業や地域情報の発信に取り組む坂本淳さんです。魚沼で食べた野菜の美味しさに心をつかまれ、東京から移住して20年、魚沼の若者が地元を離れていく現状に危機感を募らせていました。我々大人が何もやらなかったら、多分もうそのまんま、何はね、あれはね、まあ下手したら仕事もね、じゃあこんなところにいる必要ないじゃん、よそいで、そうなってしまうのがやっぱり一番、なんかこう魚沼の名前がこの地図上からね、名前が消えるなんていうこともあながち、なんだろうね、な話じゃないかなと思うんで。でも魚沼にはまだまだ可能性がある。イベントを通して伝えたい思いがありました。迎えたイベント当日、山あいの小さな温泉街に県内外から多くの人がやってきました。川のせせらぎに耳を傾けながらのサップ体験は、大自然に囲まれた魚沼ならでは。もくもくと漂うミストで、まるで雲の上にいるようです。会場では長岡造形大学の学生たちによるワークショップも開かれました。若い力も一緒になってイベントを盛り上げます。さらに今年の実行委員会には20代や30代の若手メンバーの姿もありました。特
都会に行けばいろんなフェスとかイベントとかあるんですけど、ここでしかできないこともあると思いますし、この場所で感じることもあると思うので、少なくなっていく中でもコミュニティというか、孤立しないで、田舎ならではのチームワークじゃないですけど助け合うみたいなのを大切にしていければいいかなとは。普段の温泉街のロケーションをそのままに、至る所でさまざまなパフォーマンスが繰り広げられるアートフェスフロー。ジャンルを問わず何でもワクワクに変えてしまうその様子は、まさにごったにエンターテインメント。あんまりその他市から交流もないところなので、こうやってこうみんなと関わり合えるのはすごくいい機会だと思いますね。地元の方も生き生きしてるし、外から来られてる方もやっぱり自然の中で生き生きしてるので、とてもいいなって、いい光景だなと思います。やっぱ地域活性化のために頑張っていらっしゃるので、それは応援したいなと思います。さあ、いよいよ大湯温泉に夜がやってきました。レトロな温泉街がアートに染まるその光景を皆さんも一緒にお楽しみください。温泉街を包んだ幻想的な夜は名残惜しさを残したまま幕を閉じました。楽しかったし、お腹いっぱいです。1年に一度ずっと行ってもらいたいです。ちょっとなんか旅行しに来たような気分にも慣れて、とても新鮮な気分になれました。今までにない感じっていうか、初めて言いました、この大湯。こういうのでまた人が来てくれれば。魚沼市の小さな温泉街、イベントには2日間で延べ3700人が訪れました。地域を元気づけ、次の世代に未来の可能性を伝えるきっかけになったでしょうか。みんながちゃんとね、自信持って魚沼が好きだと言えるようになれば絶対変わると思います。子供や若い子たちがまずやっぱり夢を抱ける、こんな夢を見てもいいんだっていう、そういうことが思える、そんな街にしていきたいなと思います。